今日来てくれた皆さんありがとうございました。客席見えた、ありがとう、嬉しかったです。本当に始まる前とかもモニターで見てて、客席にお客さんが入ってるのを見て本当に嬉しくて、で本番始まったら笑い声だったり拍手だったり反応がすごい感じることできてめっちゃ嬉しかったです。楽しかった。舞台はカラコンでつけまつげでウィッグっていう、なんかもう自分の跡形もないから、だからねカラコン取ってつけまつげ取ってウィッグ取るとこんな感じです。ちょっとアイロンやったけど結構意外に薄いよね。どうだったかな、見に来てくれた皆さん楽しんでもらえたかな、どうだろうか。ぜひあのハッシュタグでツイートしてください。みんな見に行くし気になるので感想も。見てみよう。あ、鼻かゆ。エンディングね、なるのお膝、あの椅子は膝見せるためだと思う。どれだ、なんだろう、ひ、もう確かにめっちゃ足出てるけど、何ひ、何膝、何、恥ずかしい、なんだろう、なる、嬉しい、なるについて書いてあると。演者さんのコスプレ可愛すぎて初日はストーリーがあまり理解できなかっただってマジ確かに目だけでも楽しめるっていうね、ストーリーはね簡単なようで難しいようで、簡単なような、ラストはみんなどう思うんだろう。あ、オチですっきりって書いてある。心臓もやもや、気になる、みんなの感想、なるへのコメントも待ってます。関西での上演はないの？ないです、ないですね。地方行けるような舞台出たいな。いや、桜だ、りょう幕張の群マニア、ありがとう桜、今日来てくれてた、ありがとう桜だ。桜意外にまだ咲いてるよね、嬉しい。すぐ散っちゃうかと思ったけど、
なるのまま帰ってこないの？帰ってこない。ハロウィンなら行けそうだね。ハロウィンじゃないといけないな。ありがとう桜。桜、東京は今週末がちょうど、あ、そうなんだ。へえ、その劇場の近くにも公園があって、桜めっちゃ咲いてて、ピクニック何花見してる人超いっぱいいた。もうなんか歩く場所ないんじゃないかってぐらい人がいたような気がする。チラ見しただけだけど、いいよね。池袋にもこんな公園あるんだって思った。あんま知らないけど感動した。カフェもあって、公園の中に。夜桜も綺麗でした。へえ、見て帰ればよかった。ライトアップとかされてんのかな。友達と行くけど、その公園で終演後に感想会予定。楽しそう。いいね、いいな、いいな。感想会何話すんだろう、気になる。混ぜて。もう花見やってんの？わかんない。あれを花見と呼ぶというならやってた。なんでデコ出し？ウィッグかぶってたから。ウィッグかぶってるとこうだから、もう髪の毛元に戻んないんですよ、お風呂入らないと。だからこうしてる。ごめんね、顔面全体的に出して隠すわ。さすがにオフモードすぎた。ウィッグって大変だなって思った。だからさ、本当に3日のコンサートとかさ、コンサートに出れるようになるまで、だってメイクとか髪とかね、どうしようって思った。てか間に合わないし。カラコン入れるのに時間かかりすぎて、それが一番大変かも、この役。めっちゃでかいんだよね、カラコンも。緑だし。まさか緑のカラコンつける日が来るなんて思わなかったです。衣装も緑で、なんか緑。初日ね、ちょっと緊張して、出番前とか、あ、不安だとか思ったけど、出ちゃったらもうすごい楽しくて、あっという間でした。花粉です。朝薬飲んで、1日2回の薬なんだけど、なんか2回も飲みたくないから、朝飲んだからね、夜とかになると切れてきちゃうの。花粉症って何月までだっけ。結構長いよね。あくび。
少なすぎて1日3回飲もうか迷ってる。ダメだよダメだよ。でもわかる、なんかどんどん効かなくなってくるなって思ったりする時あるよね。長い時は5月かな、うーん、あと1ヶ月ちょい。でも本当にそうだよね、5月とかまだ全然いつもプラメで、まだ5月、もう5月なのにまだ花粉とか毎年のように書いてる気がする。でそれが終わったら急に梅雨だしさ、梅雨が一番嫌いだな。梅雨明けって超嬉しいですよね。梅雨やだ、梅雨来そう。梅雨来るなら花粉の時期、いやでも花粉の時期が続くのもやだな。でも梅雨もやだな。カズミン群マニアありがとう、桜ありがとう、今日いたありがとう。え、4月入ったらまた寒くなるって。なんかさ服装がわからない。今日もヒートテックはまだ全然脱げないんですけど、ヒートテック着て裏着物トレーナー着て一応薄めの上着持ってったけど、上着暑いしかと思ったら寒いし、でも帰り歩いてたら暑いしと思ったら寒いし、ね、分かんないですね服装が。え、あくびすごい出るごめん眠くないんだけど、ここ出る。あ、昨日おとといのスモワルもありがとうございました。楽しかった、七瀬とヒダヤと。あ、目も痒くなってきた。来てくれた皆さんありがとうございました。ゆるゆる楽しい配信だった。楽しかったかな、みんな。小指大丈夫？小指大丈夫？大丈夫です。いやさ、ほんと、まあ、でもまだ話さない方がいいか。舞台めちゃくちゃ笑ったわ。だって嘘、よかった、笑い声聞こえてすごい安心しました。本当に鼻かむか迷うな。薬飲めばいいんだけどね。タワーだよ、だって。ん、あ、見逃してた、ごめん。ケンケングマニアありがとう、ケンケンありがとう、ごめん見逃しちゃった。すごいめっちゃ桜咲いてるよ、ありがとうございます。こうやってみんなが教えてくれるのもめっちゃ優しい、ありがとう。メイクしたくなってくる。何の話？相撲の話か。そう、楽しかったなっていうのと、そうだよね、相撲でも会えたもんね、みんなと。ありがとうね、来てくれて。
で、そう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 、お知らせが昨日かお知らせできたんですけど、4月3日に純喫茶に恋をしてっていうドラマが放送されるんですけど、それに出まーす。イエーイ。これは本当にいいお知らせ、ずっと言いたかった。あ、やばいね、ごめんなさいね。純喫茶に恋をしてっていうドラマがあって、でその4月3日から新シリーズで名古屋編になるんですけど、いろんな純喫茶に行って、主人公がで実際にある純喫茶なんですけど、全部でその純喫茶のメニューとか店内は本物で、そこで出会う人たちとのストーリーだったり、そういうドラマで毎回違う店舗なんですけど、それで名古屋の西原コーヒーっていうコーヒー屋さん、純喫茶行ってきて撮影しました。楽しかったです。もうね、見てて絶対楽しいです。でしかも孤独のグルメってあるじゃないですか、その孤独のグルメのチーム、作ってるチームが作ってるドラマで、プロデューサーさんとかも一緒で、めっちゃいい喫茶店でした。だから絶対行こうって決めてる、名古屋行った時には。名古屋の方行ってみてください。てか行ったことあるかな、名古屋らへんの方。西原コーヒー、ケーキがいっぱいあって全部食べたかった、食べれなかった。でも見てくれたらわかる、実在する純喫茶なの。そうだよ、そうそう。で私と田野さん、同じ事務所の先輩で AKB の先輩の田野さん、2人でゲストの回が初回です。4月3日10時半から朝10時半、絶対見てください。拡散もよろしく、ツイートしてるので。どんな話かとかどんな役かって言いたいんだけど言えないので、本当にお楽しみにって感じ。私もまだ見てないの。FOD でも見れます。見てください、録画もしてね。すごい早いね、録画予約。あ、え、マジ？スカパー無料の日なんだ。え、じゃあ誰でも、ほぼ誰でもったわけじゃないか、見れるんだ。そうなの。あ、第一日曜だからか。だって4月3日スカパー無料の日だから、なんかスカパーとか CS つながってる人は見れるっぽいよ。最高じゃん。フジテレビ2だっけ？マジ？嬉しいお知らせだ、それは。やった。
しみにしててください。面白いと思う、台本面白かったし。なので4月3日は、まあ、まず朝それ見ていただいて、千秋楽あります、その後コンサート行きますっていう、すごい楽しい日で、しかもその日が8周年なので、すごいいい日だなって思った。いい日になる。10年かー、やばいね。8歳。うん、もちろん夜配信したい、大事な日だし。ちょっとさ、一回鼻かんでくるね。少々お待ちを。